これがバーミキュラーのライスポットの大きい方ですね、5号炊きの方 でこちらも同じくバーミキュラーのフライパン26センチだったかな、これが専用の蓋、ガラスの蓋です。このバーミキュラーを作っているのは愛知ドビーっていう会社なんですけど、ちょっとねご縁がありまして、で工場見学とかさせてもらえないですかって聞いたら、いいですよって答えてくれて、で実際ね愛知にある工場に見学しに行ってきました。でしかもすごい贅沢なことに社長さんと副社長さんが直々に工場を案内していただいて、でこのお鍋がねどれくらいこう精密に丁寧に作られているかっていうのをね全部見せてもらったので、あどうぞその時の映像をご覧ください。こんにちは。こんにちは、よろしくお願いします。お願いします。この門もですねこれがライスポットを横から見た形になっていたりとか、これがお鍋を上から見たところなんです、うん、でこれがその精密加工をするときの刃物の形になるんですけど、刃物の、はい、このおにぎり型のものになってるんですけど、右が最初の鋳造工程になるんですけど、社長です。社長がこの工程 の職人でもある、職人でもあるので、社長にこの工程を説明してもらおうかなと思います。じゃあ、ご案内します。ここが最初の鉄を溶かして砂型にその鉄を流し込む工程なんですけども、ちょうど今炉の中に材料をくべてるところで、これが元となる鉄ですね。純粋な鉄にこのように材料を入れていって、極上の成分までこう材料を入れていくんですけども、バーミキュラーはだいたい13元素を0.01% 単位で調合をして、バーミキュラ専用の材質を作って、で材料を入れたら約1500度まで温度を上げまして、今度はこっちに見える黒いのが砂なんですけども、砂でできた型の中にこの鉄を流し込んでいって形を作っていきます。ちょっと上の流し込んでいる様子をお見せします。こんな形でですね、穴が開いていて、この穴の中、穴に向けてですね、鉄を流し込んでいくんですけど、この温度計で絶えず温度を測りながら、その温度に合わせた届き込むスピードをコントロールしています。もともとこのトリベと呼ばれるこの入れ物を僕たち職人が手で持ってここを流し込んでたんですけども、だいぶ数も増えてきたんで、僕たちの動きをこのロボットにプログラムをして、でこう温度に合わせたその引っ込むスピードをコントロールします。これによって安定した芋のを作ることに成功しています。約15分ぐらいすると鉄が中で固まるんで、固まったらこうやって冷やしていきます。こうバーッと冷やしていって、でその向こう側で今度は振動によって砂を崩して、で中からあそこに見えるように職人が一つ一つ芋のを手で掘り出していきます。でこれがですね、その型を作るための砂なんですけども、その砂の中に水分だとか粘結剤だとかでんぷんだとかをちょっと入れてですね、見た目はサラサラしてるんですけども、これをギュッとこう圧力をかけるとこのように固まります。こうやって型を一時的に強く固めて型を作っています。こんな感じです。こういう、泥団子みたいに、これ原料は砂ですね。基本的には砂とカーブ、砂とでんぷんと水と、あとはちょっとした粘結剤、これが材料になって。そうなんです。これこのぐらいで固まってるだけなんで精度がよくできないですし、その代わり冷えた後に取り出やすいやつって思います。すぐ崩壊するので。温度が1500度まで上がったら、表面にノロと呼ばれる、アクのようなものが浮いてくるんですね。それを今から彼が
職人がこの軽石を振りかけて軽石に巻きつけてそれを除去していきます。これを何回か繰り返して製品にそのアクのようなものが混ざらないように作業を続けていきます。そしたら成分が補強成分まで来たのでトリベというものに約500キロまで移し替えて作業をまた進めていきます。この13種類の元素も炉の中に入れるものもあったり、それからトリベの中に入れるものもあったり、材料によってタイミングがいろいろ変わっていきます。ああいう感じですね。今入れたのはシリコン、今500キロを打ち替えたんで、それを後ろに見える砂でできた型の中にまた注ぎ込んでいくんですけど、ライスポットは500キロで大体30セットぐらいできます。はい、使ってるトリベなんですけど、こうやって不純物がいっぱい付着するんです。溶けながらも不純物がいっぱいつくんで、それを絶えず補修しながら使っていきます。補修前に今15分経ってですね、砂の中からこう取り出したものがこれになるんですけども、フライパン、まだ砂がいっぱいついてるんですけど、フライパンとかそれからライスポットですね。ライスポットがこうやって砂がついていて、でまだこう余分な部分がたくさんこうついてます。でこれを後ほどグラインダーと呼ばれるもので綺麗に砂を落としてから余分な部分を削除しています。こちらがですね、フライパンをやってるんですけども、砂で型を作ってるところになります。ここに見えるのが元となる型で、鉄やアルミで型を作っておいて、これもアイチトビの中で作るんですけども、この型を次は精密加工工程を副社長が説明していきます。どうぞ。ここがバーミキュラの一番重要な工程の精密加工工程になります。さっきの工程でこういうふうにこう砂もなくバリもなくきれいにできていると思うんですけど、これだとまだ無水調理ができないんですね。鋳物ってさっき見ていただいたように、砂でできた型の中に1500度の鉄をジャーッと流し込んで作るんで、1500度からこう常温に固まるまでにぐにゃ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 歪みながら固まっていくんですよ。なんでどんな状態に作っても本体で 0.5 ミリぐらい、蓋で 0.5 ミリぐらいは歪んじゃうんですね。なんでこう精密の台の上にこう置いてみるとこうガタ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 するの分かりますかね。でこういう薄い紙だとこう入ってしまうぐらいの隙間があるんですね。これがこう芋のほうろう鍋の弱点で、すごく美味しくできるけども密閉性が悪いっていうのが今までの芋のほうろう鍋の弱点なんですけど、それをこの工程で非常に手間をかけて削っていくんですけど、これ削った後なんですけど、ここだけちょっとほんのちょっとだけピカッと光ってるところがあるの分かりますかね、うん、ここの部分を、この本体と蓋の合わさるこの部分をすごく手間をかけて削っていくんですけど、削るとここにも紙が入らないぐらいの精度で、100分の1ミリの精度で削っていきます。ちょっとザラザラしてると思うんですけど、入る、結構入る。そうなんです。このぐらいの精度が鋳物って限界なんですよ、うんうん、ガタ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 が、うん、でこれだとその食材の旨味だとか風味がこう漏れてしまって、蓋を半分開けて料理してるのと一緒なんですね、うん、そこがこう芋のホール鍋の弱点なんで、これです、このちょっとピカッピカッていう、うん、このほんのちょっとすごく時間かけて30分ぐらい時間かけて削るんですけど、1個につき、はい、入ってかない。っていう工程をやりまして、でこの工程は流れとしてはですね、まずこのジグにこの、蓋、製品を載せまして、で締め付けて、で締め付けたらこの
コンピューター制御の機械で削っていくんですけども、で削ったらこれが測定器になりまして、一メモリが100分の1ミリになるんですね。100分の1ミリ、こう触るとですね、ほんのちょっと触るだけでこうピコピコ動くのが分かると思うんですけど、この測定器で削ったら測って、でどこがまた100分の何ミリ歪んでるのかっていうのを検査して、またここに連れて一周させる。そうです、まさにそうです。でそれでここが歪んでるっていうのが分かったら、また締め直してプログラムを変えて削ってて、何度もこう測って削って測って削ってその繰り返して100分の1ミリ以下の精度になるまで削っていきます。でその中でも一番難しいのはこの実は取り付けの工程で、もう強すぎず弱すぎずの絶妙な力加減で締め込まないとこうぐにゃっと歪んじゃうんです。なるほど。でなのでこう締め付けたら叩いて音を聞いたりとか、音で、はい、指先に伝わる振動を感じながらこう均一に締め込んでいきます。音で、そうなの。トルクレンチとか使わないですか？あ、そうですね。トルクレンチとか分からなくて、うん、昔から僕たちはこういう、こう薄物の鋳物ってもうめちゃくちゃ難しくて有名なんですけど、そういうものってこう叩いて音聞いて、あ、この音だったらちゃんと削れるねとか、そっちの方が正確なのか。そうなんですよね。一個ずつやる。そうです、そうです、はい。ちょっと音聞いていただこうか。なんかそのちょっと一個緩めてさ、この音とこの音の違いですよ、はい、せっかくやったのに。ごめんね。ゴワン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 って音がしてるんです。これ緩いですね。きつすぎるようにちょっとやってみて。はい、違いますよね。全然違う。これきつすぎるんですよ。でちょうどいいぐらいの音にしてみて。うん。このぐらいがちょうどいいんですけど。でこれ指も添えて指先に伝わる振動も感じてるんですけど、これもよくわかるんですよ。歯が当たった時にどのぐらいこうストレスを受けるかなっていうのを感じながらやっていくんですけど、これ蓋の大きさが変わっても音と同じなんですか？はい、一緒です。はい、だいたい一緒だよね。18センチだろうが22センチだろうが一緒だよね。同じ音が、はい、このぐらいの音だったら上手に削れるみたいなのがあります。 OK、 で取り付けたら今度は削っていきます。向こうからの方が多分見やすいと思います。それを一気に削ってしまうと、やっぱりその製品自体にストレスをかけて、そうすると焼いた時に歪んじゃうんですよ。今1回目の粗削りが終わったので、うん、今から測定していきます。でまだ1回目の粗削りなんで、だいたい100分の5ミリぐらいまだ歪んでると思う。これ今手で動かしてたんですか？あ、今はコンピューターの制御で、はい、動かす。実は1回目でバッチリ出そうと思うと、一回失敗しちゃうと影響に合わなくなっちゃうんで、実はちょっと強めに締め込んで、で解放してさらっと削るんですけど、でもネジ例えば半回転で 0.01、 あ、そうですね、だいたいそんな感じですね。だいたいそんな感じで、今調整が終わったので最後の仕上げ削りをしていきます。僕たちはやっぱり世界素材本来の美味しくなるを作りたかったんですよ。世界と美味しくできる内容を作りたかったんですよ。なのでこの面倒くさい工程をずっとやり続けてるっていう感じですね。でも全部の料理の味が変わるとは言わないんですけど、本当に素材本来の味を引き出した料理を作ろうとすると、この100分の1ミリの違いが味になるんですよ。なんでずっとこれをやってるって感じですよ。2段階でうまくいけばいけます。はい、でうまくいかないと3回やってダメだったらもうダメです。削るの失敗しちゃってもうダメっていうのもあるあります。今はもうでもほとんどないですけど、僕が最初やってた時なんかは10個に1個ぐらいしかいいものできなくて、そしたらもう一回溶かしてもう一回作って、大変、はい、もう今仕上げ削りだったので、これで一目盛りも動かなければ完成です。本当だ、ピクリともしない。微妙には動いてるんですよ、やっぱりこう、一目盛りの中で微妙には動いてるんですけど、一目盛り以内であれば動いてます。これで、精密加工は完成です。
で、これを蓋も本体もやっていきます。ありがとうございます。すごいエレベーターですね。これターミネーターがありますね。確かに映画のどこに連れてかれるんだ。確かにすごい長いじゃないですか、乗ってる時間が。着くのは2階なんですけど、めちゃくちゃゆっくりなんですよ。スピード見えますもんね。そうなんですよ。ここが最後のホーロー工程で、さっき精密加工したお鍋にガラス質の釉薬を吹き付けていきます。この技術がめちゃくちゃ難しくて、空気中の温度とか湿度がちょっと変わるだけでも同じ分量出てても作量が変わっちゃうんです。なので濡れ光沢って僕たち呼んでるんですけど、配合どのぐらいこう濡れてるように見えるかで、膜圧が何ミクロンついてるかっていうのを判断しながら、このガンの距離とかドクロを左で回すスピードをコントロールして、いかに均一につけるかというのが重要で、やってみたくなっちゃうね。痛い。これ難しいでしょ。やってみます。いやいやいや、やってみます。一回見て綺麗に塗れてるなっていうのがすごい簡単に見えると思うんですよ。ただの塗装じゃんって僕も最初思ったんで、灯籠のこのスプレーは本当に難しいんですよ。見てて、すごく均一にこれの綺麗に乗ってると思うんですけど、これを取っ手のところもあるんで、これすごく難しいです。内側とかで使えそうなんですよ。で、内側塗ろうとすると変なところにスプレーが入っちゃって、そうなんですよ。で、こう変なボツボツになっちゃったりとか。これがまず150度の乾燥炉なんですけど、この乾燥炉で事前に乾燥してその後手入れをしていく。マットな感じ。はい、ちょうどちょっと白っぽくなるんですけど、さっき精密加工してるんですけど、でも釉薬どうしても持ってしまうので、それを手で剥ぎ取って、こう手で剥ぎ取ってこれが800度の釜で、この中で800度で30分ぐらいかけてだいたい焼いていく。スプレーをして、乾燥して、焼い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 て、思ったよりすごいですか。思ったより手作業がありました。それとももっとより自動化されてました。精密？そうですね。手作業も多かったし、すごかった。僕たちはこう全部その手作業がいいとも思ってないんで、こう自動化できるものはできるだけ自動化してってずっとやり続けているんですけど、でもやっぱり最高のものを作ろうと思うと手作業の必要がどうしても残るなっていうのが僕たちの感覚です。なんですごく自動化されてるねっていう方もいらっしゃいますし、すごく手作業だねって言われる方もいるんですけど、こんだけ手間をかけてやるとやっぱすごくいい製品ができると思います。でもなんか他の会社のやつと、はい、なんかホームページとかも比べて見てみたけど、はい、でも実際に見るとそれがどれぐらい精密に成功に作られてるのかっていうのがよく分かった。あ、よく分かった。ありがとうございます。すごい良かったです。結構鋳物ってっていうのが難しいんですよね。うん、あれをステンレスでやるとかアルミでやるってやると、うん、もっともっと多分省ける工程がいっぱいあるんですけど、うんうんうん、鉄の鋳物であれをやるっていうのが難しいんですよね。すごく不安定なので、こう毎日同じように作ってるつもりでも急に全くできなくなってしまったりとか、もう本当に発売当初なんかは発売してあと注文していただいたら一気に全部できなくなっちゃって一個もできないとか、そういうこともあったぐらい難しいです。今でもたまにあります。あれとか言って、
なんか夏と冬とかで違いますね。全然やっぱ違います。その調整の仕方というか流すタイミングとかなんか。そうなんですよ。本当にその通りなんです。気温で1500度からこう流し込んでる間にもどん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 こう冷めてくるんですよね。こう温度が下がってくるん で、うんうんうん、でそれに合わせて流し込むのがすごく難しいんですよ、うんうん、砂の温度も変わるんですよね。あ、砂の温度が結構ポイントで、1回目と2回目でやっぱり、うんうん、もう鉄で温められちゃうん でそれでまた変わったりだとか、うんうん、フライパンを組み立てて、フライパンの取っ手の形状って握りやすいようにただの円じゃないんですよね。立体形状になってる。普通にさっきみたいなぐるぐる回す機械じゃ削れないんですよね、うん、なので本当に 3D 加工を一個一個施しながら何度も削って作っていくんですけど、感じで 3D 加工を一個一個する。おー、すべすべに、きれいに、すべすべ。鍋敷を作ってるんですけど、こういう角材からこれも削って作っていきます。鋳物のバッチはそこに取り付けるんで、あれを、はい、そうです。上手です。これにガラス塗装をして完成なんで、バッチをつけて完成です。おはようございます。ここをつなぎ目をダラさなく仕上げるのが難しい。難しい。うん、あんまり荒くできないんで削れちゃうと、はい、確かに。ここは今から、あ、塗装します、うん、はい、もう一回塗装ここをし直して、そこだけ、はい、うん、割とすぐ乾くんですか。そうですね、時期にもよりますけれども、うん、30分あ、1分ぐらい早くという感じです。ありがとうございます。ありがとうございます。これ、あ、そうです。こういうのも自分たちで。これも可愛い。こっちもちょっとご案内しよう。こういうのとかも全部いいもので。さりげなく。これも焼いたんだ。可愛い。ちょっと向こうもいいですか、向こうから。こだわりがすごい。例えば代官山のバンキラハウスの中のそのスピーカーなんかも鋳物ホールで作ってみたりとか、めちゃくちゃいい音が鳴るんですよ。本当は販売しようと思ったんですけど。こういう、あ、自転車だって。自転車置き場もちゃんと。あ、これも鋳物で。鋳物ホールで作ってるんですけど。かわいい。みんなが気づかないようにここがショップなんですけど、
体験型ショップになっていて、で僕が例えば高価なものとか買って家に帰った時にすごくテンションが実は下がるんですよ。なんか使いこなせるかなとか、自分には運不相応なんじゃないかとか思っちゃうんで、ここで実際にも使っていただいて使い心地を確かめていただいてから味も知っていただいて買っていただくっていうコンセプトになってます。ついてきて、でこういうものだったらまだあるんですけど、これをちょっと傾けると取れるんですよ。へぇー、こうアサツツってならないっていう、こういう本当にちっちゃいやつで、もう試験用、はい、最初はお金もなかったんでこれを買って、うん、で僕がこうやって一個一個ピザみたいにこうやって試作を繰り返します。もともとこれはライスポットは世界一美味しいご飯が炊ける自販機を作りたいって思ったんですけど、もともと僕はすごくご飯嫌いで、僕でも食べれるご飯を作りたいなと思って作ったんですけど、もう完全にお鍋とこうヒーターっていう感じなんで、中にそのゴムパッキンとかその何にも入ってないんで、香りがすごくダイレクトにお米の香りが出るので、それがすごくいいところだなと思います。すごい感じに炊けてる。もう粒立ちが一番の上で、そうなんです。すごい香りがすごくいいんで、そのバーミキュアのよりは全部香りがすごくいいですね。これだけで美味しいですもん。素材本来の味を聞きます。食感すごい、ね、いい。これで塩おにぎりとかしたいですね、うん、美味しい。食べた後に甘みが残るっていうか、うん、口の中からなくなった後もずっと甘みがあるみたいな、そういう味が僕たちいい味だと思ってて、うん、もうこれ塩昆布と食べるだけで最高です、うん、確かにおにぎりいいかも、うん、冷めてもね美味しいですもんね、はい、冷めてもめちゃくちゃ美味しいんで、ね、細胞が壊れてないっていうか、うん、その代わりしっかり火が入ってるので冷めてもいいし、うん、冷凍にしても次の日とかラップに包んで冷凍で処分しておいても1ヶ月後でもすごく美味しいから召し上がって。まずミネストローネから作っていきますね、はい。このライスポットにはもちろんご飯すごく美味しく炊けるんですけど、調理モードっていうモードがありまして、調理モードがここでワンタッチで変えられるので、これが炊飯モード、こっちは調理モード、こっちの調理モードには4種類のこう熱加減、火加減がありまして、で今日はこの弱火の方を使っていきます。で弱火で、弱火にしていただいて、オリーブオイルですね、大さじ1ですね。普段お肉、ベーコンとか入れるレシピなんですけどね、うんうん、今日はビーガンのベースを作っていきます。これぐらいですね、ニンニクにいい香りが、はい、香りがしてきたら水分の多いお野菜から入れていきますね。玉ねぎとはもう蓋をして、で今度はタイマーですね。60分終わり、終わりです。水も一滴も入れずに入れてない、入れて蓋して待っとくとすごく美味しいものができるっていうのがライスポットです。おうわー、すごい。食べてるんです。そうです、そうです、はい、いろんな料理を、ね、毎日ジェイさんが開発してくれて、ね、はい、贅沢ですね。そうですよね、でも本当に美味しいです。すごい贅沢ですね。めちゃくちゃ贅沢ですよね。美味しいよね。もうすごい美味しいです。舌がもう超えて仕方ないです。要求がエスカレート。旨味が足りないとか
でもあるよね、そういうこともね。ちょっとバーミキュラらしい味じゃないですね、とかね。その味が濃すぎたりするとね、よく言われることが多いよね、はい、その素材の味じゃなくて調味料の味になっちゃってるからもうちょっと減らしてほしいですとか。これバジルペーストもビーガンレシピだね。あ、わざわざありがとうございます。シャイになります。ぜひお願いします。美味しい。良かったです、良かったです、ありがとうございます。じゃあ調味料って言ったら塩とニンニクぐらいですもんね。そうですね、塩コショウ、塩コショウ、はい、なんかなんとなく芋のっぽい味って分かりません、ね、こう優しい田舎の味ですよね。でもすごいしっかりしてる味なので、うんうん、なんか強い味に慣れてる人でも物足りなさは絶対ない気がします。うま、ん、み、うん、をもう引き出してる。芽キャベツのスチームロースト、うん、芽キャベツのちょっと芽キャベツをザザッと入れます。でちょっとニンニクを香り付けですね。これはもうお好みで、でここは塩と、うん、塩も本当に少しでいい。蓋をして、何分ですか？20分です。はい、20分。はい。で、スタート。これで。以上です。簡単。いいね。これ大きい方ってお米で何合でしょう？5合です。5合。小さい方が、はい、3合です。3合。はい。なんか炊飯器としてしか使わないなら小さい方がいいかと思ったんですけど。料理するならでっかい方が。あ、そうですね、はい。ご友人呼ばれて何か料理とかとなると大きい方がいいですね、うんうん、確かに。サンゴも結構料理できるけどね。そうですね、うんうん、それはそれで日常使いで2人でやれば全然サンゴでもいいぐらいですけど、はい、うん、ちょっとたくさん作りたいっていう場合はやっぱり5合の方がいいんで、うん、大きい方が、まあ、まずはおすすめかもしれません、うん、2台やるとね、めちゃくちゃ便利なんだけどね。いや、ほんと全然違うんですよ。片方でお米を炊いて、片方で料理できますもんね。どっちもいいよね。絶対両方置きたいよね、本当はね。最初でね。どっちかではなく。そう、両方置くのがもう3倍以上の効果になると言われてます。うん、はい。あ、美味しそう。いい焼き色ですね。ちょっといい声。いただきます。なんかキャベツじゃないみたいですね。甘い。そうなんですよ、すっごい甘くなるんです。甘い、すごい甘い、うん、青臭さが全体的になくなることが多いですね。 なんか根菜みたい。正直な感想は、言ってることがすごいよくわかる。根菜みたいだよね。うん、甘い。甘いし、なんか食感がふわふわしてる。うん。いただきます。美味しそう。どうですか？美味しい。ねっとりしてるね。甘い。すごい。すっごい時間かけたような。味がしますね、感じする。うん、水がこうたまのようになってしまって全然蒸発されないっていうのをちょっと見ていただけるかなって思います。こうなりません？コロ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 。じゃあそうです。で次バーミキュラフライパンで同じことやってみます。真ん中に入れてください。はい。あと一瞬で。では入れていきますね。焼き色がちょっと不均一になっちゃったですね。ムラ、うんうん、が出ちゃう、はい、弱火でじっくり火を入れます。だいたい3分ぐらいね、はい、3分ぐらい、はい、
ただきます。めっちゃ美味しいですね。そうなんですよ、うん、フライパンフライパンでまた美味しいんですね。なんかカリカリしてて、フライパンで焼いた感じじゃないですね。あ、そうです、薪火焼きとか、うん、そういう炭で焼いたような味に近くて、うん、この食感はやっぱりフライパンでは出せないんで、もっとしなくなりますね。そうなんですよ、フライパンはフライパンの良さがやっぱりあって、うん、お鍋はお鍋であの優しい味の良さがあるっていう感じですかね。うまい、うん、うまい、おいしい。ほんとしなっとしないですね。そうなんです、カリッとしてるよね。シャキシャキしてる。食感を出すのがこのフライパンが一番いいです。うん、料理頑張らなくちゃいけない。すごい、よかったですか。